ラボしたナパイターメンっていうねやつがいるんですけど、ナパイターメンが最近出した動画でフリーズをいくつつなげるか選手権っていうやつを、ね、やってるんですよ。でそれに今日は挑戦したいと思います。なんかねフリーズの形を変える、あの状態を変えれば1カウントらしいんで、チェアから3点につなげると1とかね。これどうなの、右と左で入れ替えるとかだと無限にできるんだけど、かなり久しぶりなんでね、ちょっと動けるか分かんないですけど、とりあえずやってみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9。もう一回やります。ちょっと休憩を得たんでもう一回力ためたんでやります。今ね、2回チャレンジしました。また休憩入れたんで3回目、なんかこれは1日3回までらしいんで、次でラストです。もうね、種類とか選んでる場合じゃねえな。右左のチェアもね、どんどん使っていきます。18なのかなこれ。あとナパイダメに審査頼みます。一応18。はい、ということでね、チャレンジしてみました。ブレイキンやってる人、ぜひナパイダメに挑戦状を送りつけてやってみましょう。またチャレンジしてね、追い越してやったんだな、ナパイダメ。フリーズいくつつなげられるかチャレンジ終了します。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。アディオス。あー、マスクきつい。おー。